国境の大仏殿が何者かに奪われましてございます。国境にある大仏殿が天台宗に奪われた。表面上は大仏殿を装っているものの、大仏殿は国境の要塞として機能するように作られている。客化けによる罠も力丸を引きつけ、あやめを合田城から出さないようにする 天台の巧妙な罠だった。このままでは他国からの攻めも容易に許してしまうことから、松之進は城へ帰還した力丸に大仏殿奪還を命じ、大仏殿にたどり着いた力丸だった。大仏殿を支える柱がその行く手を遮るのだった。ここから入り込むしかない。しかしこの高さ、
六人衆カグラ、あなたにはここで消えてもらうわ。ガンダ、お前の力見せておあげ。あの直後、竹林で見たのと同じく、あやつの術だったのか。これはいかが？呪符の効果が切れたか。タツマルだな。このようなことまで。お前に言っておかねばならないことがある。タツマル、正気に。お前の右目には道術が封じられている。道術？そうだ、お前が未熟だったために師匠が右目に宿る術を封印したのだ。だが右目は。お前の右目は生きている。右目に。もうよい、タツマルよ。お前の役目はもう終わった。私を騙せるとでも思うてか。私に立てつくことがどういうことか、その体に教えてやるわ。天雷、体が動かん。何をしようとしても無駄じゃ。貴様にも術をかけた。もう一度聞こう、リキマル。私のところへ来ぬか。いや、ならん。右目だ。再び右目に潮をたぎらせよう。すべての力をもってすれば天雷にも勝てる。面白い。もう一押ししてやろうぞ。タツマル、ハンジャー。私が憎ければ二日後の満月の日、海にかかるもやが消える。そこに浮かぶ城塞に来るがいい。ファゼイ、そなたも暴れたいであろう。もうすぐだ。